神奈川県立横浜治湯館高等学校は通信制の県立高等学校。2007年度末の神奈川県立湘南高等学校と神奈川県立横浜平沼高等学校の通信制が集約されたものである。学校所在地は旧神奈川県立泉高等学校と同じであり、設備も休校のものを継承している。全日制家程のような 学年という概念はなく、すべての生徒が1組から40組までのクラスに編成されている。例えば3年児になってから、通常の高校1年生が習得するような、数学愛などの科目を履修することも可能である。スクーリングは、日曜日から木曜日までで、金曜日と土曜日は休校である。科目を履修する際は、 日曜日のスクーリングのみに出席可能な日曜、平日のスクーリングのみに出席可能な平日インターネットを通じて課題を提出する IT のいずれかを科目ごとに選ぶ。履修申請した科目をもとに生徒自らが時間割を作成し、その授業に出席するという仕組みである。毎年年度末に行われる履修指導に出席し、 科目の履修申請と時間割の作成を行わなければ、翌年度は休学扱いとなる。授業については、1限目は午前8時50分に開始され、午前中に3次元、ショートホームルームと昼休みを挟み、午後に4次元が設定されている。卒業要件は、3年以上の在籍、必修科目を含めた十四単位以上の習得、三十時間以上の 特別活動への参加である。従来のスクーリング学習に加え、平日に毎日投稿して先生から直接きめ細かい指導を受けることができる、投稿講座やインターネットなどの IT 環境を利用して自宅学習など新しいスタイルで学ぶことができるようになるとされている。特色として、本校の通信制には陸上自衛隊高等校科学校の生徒が、 高卒資格取得のために集団入学しており、スクーリングは行わないものの、横浜治さむの名義で各種クラブ活動を行っている。剣道部は湘南高校通信生時代から通算して、平成26年度低通生大会において25連覇を達成した。また、男子レスリングの強豪校である。 南式野球部は2013年第58回全国高等学校南式野球選手、県大会で初出場初優勝した。学習については、科目ごとに決められた数のレポートの提出と授業への出席をこなし、また科目によっては、中間試験と期末試験を受ける。レポート、授業態度、試験結果のそれぞれについて評価がなされ、総合的な判断のもと、 単位認定が行われる。入学に際して年齢制限はなく、成人の生徒も多数通っている。基本的に自学自習を旨とし、時間を守る、迷惑をかけないなどの指導を徹底して行っている。2期生であり、スクーリングは前期は5月から7月まで、後期は10月から12月までで、8月に中間試験、2月に期末試験を行っている。 入門教科もあり、こちらは高校までに学習する内容の復習教科で、全員必修ではない。ありがとうございます。